どうも、スバタです。海外でね、1500万人の登録者を誇るローガン・ポール氏がね、樹海で首吊り死体を発見した動画をね、アップロードして大批判を受けてます。で、これに対してね、ちょっと喧嘩を述べるんだけども、あのね、実はね、俺が子供の頃くらいだったらね、テレビ局でもね、そのくらいやってましたね。なんか、樹海に心霊現象を取りに行くっていう体なんだけどさ、どう考えてもさ、そんな心霊現象なんかさ、取れるわけないんじゃん。取れるわけないから、初めから死体が映っか、3日でもラッキーぐらいでさ、取りに行ってんだろうけどさ。そんくらいやってたんだ、子供の頃だったら。テレビ局でもさ。でも普通に考えたらさ、その、まあ、俺子供の頃にさ、子供ながらにさ、12歳ぐらいの時にさ、子供ながらに不謹慎だなと思ったし、普通に考えたらさ、やっちゃダメじゃん。そもそもやっぱ、ね、自殺しちゃうってことは、そんだけ追い込まれて死んでいった方じゃないですか。そのさ、死体を見せ物にするっていうのはどうなのっていう。俺ね、結構死んだ後の自分の死体のね、扱いとか気にしちゃうタイプの人間なんで、俺。例えば、事故とかで死んじゃった時にね、死ぬ間際に、あ、俺のこの死体どうなっちゃうんだろうみたいな、うん。俺思うタイプの人間だから、死後に遊ばれたくないね、死体でね。うん。でね、その、まあ、炎上批判受けて、消したらしいんだけど、あんなもんあれだよ。批判されて消してるようじゃね、謝罪して消したらしいけどね、謝ってるらしいけどね、悪いと思ってねえから、うん。こんな言われて消すようなやつはさ、うん。普通やんねえから。なんでじゃなくてダメなんだ、そういうの。やっちゃう。うん。ほんでね、死体をなんで移したかっていうと、なんかそのね、自殺を減らしたかったみたいなことをね、言ってるらしいんですけど、そんなことね、言われなくて分かってっから。自殺がダメなんて。自殺ダメって分かってるんですよ、誰だって。生まれてきて、ね、子供の段階でしようなんて思ってねえじゃん。その人生の過程でさ、辛いことがあって、どうしても生きたくないってなっちゃったわけでしょ。うん。だからそのね、死にたくないけど、死にたくないのに、死ぬ羽目になっちゃうのが自殺なんだよ。うん。だからそんなこと言われなくて分かってるっていう話でさ。うん。当然それも建前でさ、単に数が取りたかっただけじゃん。再生数が欲しかっただけじゃん。うん、でさ、なんか日本の YouTuber の方もね、結構ね、多分ね、死体が映ったらラッキーぐらいのつもりで多分、樹海に行って撮り行ったのかもしんないけどね、結構ね、日本の YouTuber の方でもね、なんか、調べたらさ、樹海に動画撮りに行ってる人たちがいいんだけど、批判される前に消した方がいいぞ、あれ。絶対批判されるから、あれ。今回の事件を機に、批判されるかもしんないからね、消した方がいいかもしんないね。うん。本当にね、確かにテレビがどんどんつまんなくなってってさ、俺 YouTube に対して結構過激なことを求めてるんだよ、実は俺自身も。求めてるんだけど、そのね、死をね、冒涜するような動画ってダメじゃない？それ違うじゃろ。それ違う気がするね。そういうことじゃなくてさ、人間の尊厳とかを踏みにじらないと、数字取れねえんだったらやめちまえよって話だからね。うん。ということでね、樹海行って、死体を移すとかそういうのはね、もう、問題外というかね、うん、まあ、親の顔が見てえなっていうレベルですね。うん。ということでね、皆さんはやっちゃダメだよ。ということでね、スバタでした。じゃあな。